人間の心を癒してくれるペットのワンちゃん。しかし中国では犬の習性を悪用する男がいたのです。1993年中国寧夏回族自治区、この地で撮影された映画老人と犬が公開されました。この映画は大ヒットし、国内で賞を受賞するなど非常に順調な滑り出しでした。しかしこの映画はその後前代未聞の禁断の作品となってしまいます。それは映画の内容がまずかったというわけではありません。問題は映画の主役ともいえる犬、そしてその飼い主でした。飼い主であるチェン・ペンが殺人の容疑で逮捕されたのです。そして事件の詳細が知られるにつれ、映画を見ていた観客は恐怖に怯えることになります。まさかあの犬が人肉を食べていたなんて。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おっそっす、ケンちゃんです。猫なで声で甘えてみたい、ヤミコです。アニメアルゴメトリーは教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのは中国で人気の映画が上映禁止になった事件について。問題となったのは映画の内容ではなく主役に関するスキャンダルだったんです。スキャンダルで映画やドラマが打ち切りになるっていうのはたまに聞くわね。一体今回は何なのかしら。正式に言うとその主役は全く悪くないんですが、悲劇的な最後を迎えることになります。まずは上映禁止となったその映画について見ていきましょう。上映禁止の映画。1993年2月、中国寧夏回族自治区銀川市。なかなか見つからないな。ある一人の男が悩んでいました。彼の名前はシェ・シン。中国では著名な映画監督で、この年は老人と犬という映画を撮影する予定だったのです。監督の名作の数々を知る人々にとって新作への期待は高まるばかりでした。すでに主演俳優やスタッフは集結していましたが、一点だけ問題がありました。実はこの時点で主役ともいえる重要な役どころである犬が決まっていないのです。時間がない、早く理想の犬を見つけなければ。焦燥感に駆られる監督はラジオやテレビを使って一般公募をするという異例の手段に出ます。すると寧夏中からたくさんの犬とその飼い主たちが集まってきました。しかし監督の心を揺さぶるような犬にはなかなか出会えません。主役決まっていないのにだいぶ進んじゃってるじゃない。焦ったでしょうね。でもそんな中でようやく一匹の犬と出会うんです。撮影開始直前、ようやく一匹の犬と出会います。そうそう、このオーラだよ、ぴったりだ。その犬を連れてきたのは当時寧夏自治区林業研究所の臨時職員だった31歳の男チェン・ペン。監督はたちまち魅了され、すぐにこの犬を主役に決定。さらに感謝の気持ちを表すため、監督はチェン・ペンをエキストラとして撮影チームに迎え入れることにしたのです。そうして撮影された映画老人と犬は公開されるや否や大ヒット。この作品はベルリン映画祭に出品されただけでなく、第4回上海映画批評家大賞で映楽杯トップ10映画のタイトルを獲得するほどの評判でした。しかし老人と犬は上映から2年後の1995年から一時期上映禁止となり、見ることができませんでした。ではなぜこの名作映画はそんな処分を受けなければならなかったのでしょうか。実はこの年、犬の飼い主であるチェン・ペンが殺人容疑で逮捕されているのです。エキストラが殺人で逮捕、それはいただけないわね。ん？でもエキストラなんでしょ？そこまで大ごとにしなくちゃいけないの？確かにエキストラ部分だけならカットしてどうにかできそうですが、どうしてもそうするわけにはいかなかったんです。その理由を探るべく、まずはチェン・ペンの生い立ちから見ていきましょう。一人っ子の育て方。1962年、チェン・ペンは寧夏回族自治区の裕福な家庭に生まれました。父親は高級官僚、母親はやり手の起業家という誰もが羨むような環境で育ちます。さらに一人っ子だった彼は両親から惜しみない愛情を注がれ、何不自由ない生活を送っていました。しかし両親は仕事に忙殺され、幼いチェン・ペンと過ごす時間はほとんどなし。両親は彼の欲しいものを何でも買い与えたり、日常生活の世話をする乳母を雇ったりしたのですが、それが逆効果でした。両親と十分なコミュニケーションが取れないまま内向的になり、さらには自分を世話する乳母を下に見てますます傲慢になったのです。彼は世界は全て自分中心に回っているんだと考えるようになってしまいました。
春季になるとチェン・ペンはよく両親と喧嘩をし、父は彼を棒やベルトで殴りつけました。さらに学校では他の学生とも争うようになりますが、権力者だった父親は問題を起こすたびに権力とお金を利用し何とか揉み消していたといいます。するとチェン・ペンはますます調子に乗り、挙句の果てには先生を殴るようになってしまいました。まあいつもみたいに親父が何とかするだろう、そう思っていたチェン・ペンですが、この時父親は、息子を少年鑑別所に入れて更生させてくださいと救いの手を差し伸べなかったのです。通常少年鑑別所に入れられたなら反省するものでしょう。しかしチェン・ペンは子供の頃から起こったことは全て他人のせいだとしか考えない少年だったのです。どうやらチェン・ペンはお金には困ってなかったけど、育て方を間違えられたみたいね。どうやら彼はいわゆる多席思考の持ち主だったみたいですね。というわけで本日のメトラーキーワードは多席思考について。多席思考とは、何か問題や失敗が起こった際にその原因を自分以外の外的要因や他人のせいにする思考傾向のことです。例えば仕事でミスをした際に上司の指示が分かりにくかった、同僚が協力してくれなかったと責任転嫁したり、人間関係でトラブルを抱えた際に相手が自分を理解してくれない、周りの人が悪い噂を流していると被害者意識を持つことが挙げられます。多席思考に陥ると自己成長の機会を逃し、周囲との摩擦を生みやすくなります。問題の根本原因を直視せず責任逃れに終始してしまうため、状況は改善せず悪循環に陥りやすいと言えるでしょう。逆に当事者意識が高い、責任感が強い、いわゆる自責思考を持つことで自分の成長にもつながります。そのため適度な自責思考を持つように心がけましょう。確かにケンちゃんみたいに人のせいばっかりにしてちゃダメよね。誰が多責思考なんですか。ただ過度な自責思考は自分を追い込む可能性があるので、ほどほどに持っておくのが一番ですね。そんな多責思考のチェン・ペンはここから人生を大きく逸らしてしまうんです。少年鑑別所から出た後、彼は学校を退学させられ失業者に。父親のつてでどうにか職に就きましたが、朝起きられないという理由で長続きしませんでした。その後無職として街をブラブラしていた彼は街のワルたちとつるみ始め、通行人を狙った強盗になり下がってしまいます。金がないわけではなかったのですが、強盗という行為自体に快感を覚えてしまったのです。しかしそんな生活も長続きはしませんでした。結局捕まってしまい、強盗などの罪で2年の実刑判決を受けることになります。ただこの時も彼は心の中で、両親は必ず自分を助けに来てくれると信じていました。しかし父親は彼を見放したのです。父親にとってチェン・ペンの犯罪は出世に重大な影響を及ぼすもの、どうしても彼をフォローするわけにはいきませんでした。そのため彼は刑務所で2年を過ごしたのです。官僚の息子が強盗犯となると、そりゃ世間体が悪いわよね。こうして逮捕された彼ですが、出所後も特に反省することはありませんでした。そしてついに、さらに重い罪を重ねてしまうのです。犬を利用した男。服役中、チェン・ペンは自分自身を反省することなく父を恨み続けました。出所後両親との関係は悪化したため、就職して一人で生きていこうと決心、蘭州市に引っ越しました。しかし彼は当時最終学歴が高校中退な上、元犯罪者、結局就職先が見つからず、地元に戻って両親に助けを求めることでどうにか仕事と妻を見つけることができたのです。最初は夫婦で細々と暮らしていましたが、次第に彼の傲慢な部分が出てきてしまい、妻に DV を働き始めます。妻は耐えきれなくなり家を出ていくのですが、チェン・ペンは謝りに行こうとは1ミリも考えませんでした。その代わり狼犬という犬と狼の交雑犬を家で十数頭育て始め、一日中犬と一緒にいるようになったのです。ここでワンちゃんを飼うようになったのね。それにしても悪いところが全く治らないわね。そうなんです。こうして独身の頃のような状態になった彼は、あることがきっかけで犯罪に手を染めていくのです。1988年、チェン・ペンは出張で電車に乗っている時、一人の女子大生チョウに出会った。かわいい。彼女に一目惚れしたチェン・ペンは声をかけ、これがきっかけで付き合うようになる。関係が深まると同棲生活が始まった。最初は良好な関係だったが、やはりチェン・ペンはしばらく経つと傲慢な部分を見せるようになる。本性が明らかになり、意見が合わないとトラブルになることがよくあったことから、彼はもうこいつはいらないなと考えてしまった。そしてある時、チョウが兄弟の前で化粧をしているタイミングを見計らい、
水道管を修理するためのパイプレンチで彼女の後頭部を殴り殺してしまった。どうしよう。しかし彼はまさか彼女が死ぬなんて思ってもなかったのでパニックになったという。この死体どうすれば。そこで彼はあることを考えついた。彼は遺体をバラバラにすると、その遺体を犬にすべて食べさせたのだ。そして骨だけの状態になると彼は庭に穴を掘り埋めてしまった。ちょっとワンちゃんに何食べさせてるのよ。そうなんです、彼は死体処理を犬に食べさせることで遂行したんです。そしてここからチェンペンの歯止めが効かなくなります。殺人鬼と犬。この事件からチェンペンは殺人に快感を覚えるようになっていきました。彼は散弾銃と弾丸を盗み、何人もの女性に声をかけては家の中に誘って射殺、また時には他人の家に押し入り強盗を働きました。こうして殺された人たちは犬の餌となっていきました。ただ上司からひどい仕打ちを受けていると相談してきた友人に対し、そいつ許せないな、俺に任せとけと告げると、その上司と運転手を殺害。決して自分のための殺人だけではなかったようですが、ほとんどは自己中心的な殺人でした。例えば1992年、ある女性がチェンペンの子供を妊娠、しかし責任は負いたくないなと考えた彼は女性を殺してしまっているんです。こうして殺人を犯しては愛犬に食べさせていたチェンペン、結果犬たちも徐々に人肉中毒になっていき、次第に自ら食べるようになっていったのです。こいつワンちゃんに食べさせればいいって気づいてから見境なく人を殺しているのね。特に妊婦を殺しているなんて最低の極みよ。全くその通りです。ただ彼はいつまでも逃げ切れるわけではありませんでした。1994年1月、彼は商売をするつもりだと言って同級生のユー・ダーウェイと手を組みます。資金をかき集めた結果150万円、日本円で約1600万円もの金額が集まりました。しかし彼は最初からこの金を自分のものにするつもりだったのです。結局いつものようにユーを自宅におびき寄せて殺してしまいました。さらにユーの家に忍び込み持ち物を全て盗むという極悪非道ぶり。しかしこの行動が命取りでした。後日家族からユーが行方不明になっていると届け出があり、警察が捜査。家の中のものも全て盗まれているのに気がつくと、ということは携帯電話も盗んだんじゃないかと考えました。そして携帯電話のありかを調べた結果、チェンペンの家にあることが分かったのです。こうして彼は容疑者となり、家宅捜索で家の中から多数の骨が見つかったことで、これまでの全ての事件が表面化しました。チェンペンは欲をかいたから捕まったのね。それでも彼は5年以上捕まらなかったわけですからね。金に執着していなければずっと表面化しなかったかもしれません。こうしてチェンペンが逮捕されると世間は騒然とします。彼は殺人を犯している数年の間に映画に人肉中毒の犬を出演させ、さらには自分もエキストラとして出ていたということになるからです。大した度胸だ。そして裁判の結果、チェンペンに下された判決は死刑。1995年9月26日、彼は刑務所で手錠と足かせをつけられた状態で処刑場に連れて行かれ射殺されました。しかし射殺されたのは彼だけではありません。一緒に飼い犬も全て撃ち殺されたのです。犬たちは人肉中毒になっていたため殺処分も仕方なかったのかもしれません。しかし決して自らの意思で噛み殺したというわけではなく、与えられた人肉を食べていただけなのです。この事件で害を被ったのは殺された人たち、そしてチェンペンに飼われた犬たちと言えるでしょう。この事件で飼い犬は殺されるべきだったと思いますか？